はい、どうも、栗積です。今日はですね、ちょっと自分新しい家を購入しまして、ゴジラルームを今作成してるんですね。意外とこう、なんだろう、こういうちっちゃいこのゴム人形とか、なんかこういうシリーズってよくよく見てみるとなんか2、3個欠けてたりしてたので、ちょっとこの欠けてるものをどんどん補うようにちょっと今購入を進めてるんですけれども、自分の棚卸しですねを兼ねてちょっとどんどん動画を撮っていこうかなと、決めました。最近始まってるこの HGD プラスの方の、ゴジラ01から、スタートしようかなと思ってます。で、まあこんな感じですね。このハリウッド版のキングギドラ2019、まずこれでかい。とりあえずまあなんかすごいということで、なんかもうキングギドラからもう勝負を仕掛けてる感がありました。で、次にこれが、ゴジラ1954ですね、初代の方で。これもかなりそのなんだ、この作りに関してはこのクオリティ感は半端ないですね。で、でこっちはシンゴジラですね。で、これより、前に発売されたシンゴジラ系のガチャガチャとほぼなんか似てる、なんかもう、なんだろう、超似たようなものがいっぱい出てて、正直、この、なんだろう、ちょっとこれがなくて、このまま置いてあると、違いもよくわかんないぐらいな感じですが、ちょっと形が、姿勢がちょっと違うのは確かなんで、まあ、これがその HD D プラス01の第1作目の、商品となってます。で、こっちが同じこのゴジラ2019の、ですね、はい、キングオブモンスターズがやってた頃にこう発売されだしたんで、こうちょうどこのシリーズからスタートしたって感じですね。で、なんかこの下の土台がちょっと正直もうなんかぐちゃぐちゃだったんで、正しいものかはよくわかんないですけれども、まあ4つ、全4種類ですね。はい、なんでこんな感じとなっております。はい、でちゃんと台紙は袋に入れて保管してます。はい、こんな感じです。まずは、第1シーズンからでした。はい。